報文社、アニプレックス、ドリコム、ご案内だよ。キララファンタジア、あんまり遅くまで無理して風邪ひかないでね。お昼も食べたし、お昼寝するにはベストタイミング。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア新イベント、エトアリア野球対決、たわ読みですね。なんだ、オリジナルキャラクターどうぞ。またピックアップ召喚もあります。魔法使いですね。スペシャルコールチケット、中野あずさです。親がジャズビーチバレーしたいな。はるか、どこにいるかな。私と一緒にやさこい踊ってくれませんか。きっと楽しいです。すごいでしょ。コロコロ仲良し度5にアップ。頑張ってるわね。わかった、私が行くわ。ちょっと急ぐ。ありがとうございます。褒めてくれるの？すっごく助かりました。石もですね、400になりましたね。今夜はお月様が綺麗ですね。
それじゃあ召喚をしましょう。エトアリア野球対決ピックアップ召喚10回ガチャ、初回10回召喚です。ちなみに提供割合は これなんていうんだろう、武田山崎ピックアップですね。来てくれるといいなと。お、いきなり星4以上。なでしこか。それで終わりだったら悲しいな。みっちゃん。お、また星4以上だ。来るぞ。あ、来ないか。おー。また星4以上。チノ。お、ペンちゃんすごいな。おお、星5が欲しい。山崎玉木、ポジションはキャッチャーだけど、ジョブはナイトをやっています。ボールと同じで、どんな攻撃も絶対にそらさず受け止めてみせるよ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。星尾も3人、あ、4人だったっけ。なでしこもいるから4人ですね。私がちょっと心配です。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。コルク、よろしく。入り用のものがあればうちの店に来て。自分のペースで頑張ればいいのよ。応援してるわ。皆様のやりとりをこんな間近で見られるなんて。ドヒヒ。悩むこともあるけど、いいこともあるはず。お互い頑張りましょう。私が頑張らなくちゃ。商売も戦闘、和菓子をよくつ、あの時はるかが私のことを信じてくれたから。はい、というわけで、10回ガチャをお送りいたしました。